シア正教大国なので、国民は煉獄のことを知っています。そうです、ロシアの歴代為政者は煉獄刑を壊れて覇権政策の実現のために生命をかけているのです。したがってロシアの為政者はありとあらゆる手段、いわゆる陰謀を行使して